日本徳島県徳島市、通り町通り町は、徳島県徳島市の町名、内町地区に属している。通り町1丁目から通り町3丁目まである。郵便番号は、郵便番号770-0842。2010年1月、徳島市の調査より、徳島市の中心駅徳島駅の南方、内町地区南部に位置する。 東西に伸びる通りの両側に広がる町で、東西に細長く、東から1から3丁目と並ぶが、1丁目と2丁目の間は南北に伸びる両国本町で分断されている。国道192号の一本南を並走し、西方では国道438号に垂直に入っており、繁華街の一部となっている。東は富田橋通りと直行し、 通りはその先まで伸びているが、通り町は富田橋通りまでで、その向こうは幸い町である。通りを延長した先は、麦線を越える歩道橋につながり、徳島町城内に通じる。江戸時代から現在に至る町名。江戸期は徳島城下の町人町の一つ。阿波市には、通り街、三望あり西南入城の道なりよってメークと、 あるように町内は三町に分かれ、一町目は寺島川を越え徳島城に通じる寺島橋に接続する。船着き場である新町橋下から上陸して徳島城に入る場合には、東町を通過したので、通り町と称した。南は新市町、北は八百屋町の町筋。西は西横町に接した。1681年の徳島市。 中町数並み焼かずによれば、焼かず76、東西の町筋とある。なお、神谷町から東町と魚町角までの南北54間の片町もあった。東町の年中行事として1月10日のエベス山がある。恵比寿神社は、明治初期まで八幡村の恵比寿山にあったが、エベス山の市には、三景客で大賑わいのため、大畑が踏み荒らされ農民たちは、 迷惑していたので貧乏エビスと呼ばれていた。そこで1872年に名刀剣三次井上高角が当地に移転したと言われている。また1905年に三丁目の大火で97個が消失している。エビス神社はその時立子したが、戦後再建され、エビスさんも再開されている。明治になると、博来の時計、自転車などを扱う商店が多くできた。 1889年からは徳島市の町名となる。1941年からは1町目から3町目がある。1975年に両国橋通り沿いが両国本町となる。ありがとうございます。